海上自衛隊の C4i システム S やマイナス4ワークステーション目標指示装置はアメリカ海軍海上自衛隊ユニワク社が開発した艦載用戦術情報処理装置。海上自衛隊で1区マイナス1として採用されて立ち風に搭載され、紹介性型の1区マイナス2は朝風に搭載された。また全面的に強化された1区マイナス4は 沢風及び旗、風型に搭載され、後に、1区 -1 にもこれと同等程度まで強化されて、1区 -1B2 バイトと解消された。海上自衛隊では、ミサイル護衛艦、アマツ風で、ターターシステムを導入した。同艦搭載のシステムは、アナログ式であり、武器管制機能を担当する、WDS マーク4を備えていたものの、 戦術情報処理装置は持たなかった。その3年後に計画された、多用途護衛艦、高月では、初の戦術情報処理装置として、2やマイナス1が搭載されたものの、こちらは逆に、目標情報管理、脅威評価機能しか備えておらず、武器管制機能とは連接されなかった。高月から八年後、海上自衛隊は次世代ミサイル護衛艦として、立ち風型を計画したものの、 すでに WDS マーク4は陳腐化しており、アメリカ海軍でもその代替を模索している状況であった。このことから海上自衛隊ではアメリカ側の打診に応じて海軍戦術情報システムのハードウェアソフトウェアの技術を応用したシステムを採用することとした。アメリカ海軍の監督のもと主契約会社としてシステム全体を RCA 社が デジタルコンピューターのソフトウェアをスペリーユニバク社が担当することになった。これによって開発されたのが本気である。プログラムに関しては、1970年により、アメリカ海軍感染技術センターからの打診を受けたユニバク社により開発が行われ、1974年にナベセックに受領された後、対外優勝軍事援助で海事が購入する形となっている。 上記の経緯より本機は基本的にはアナログコンピュータを用いていた WDS をもとに NTDS の技術を応用したデジタルコンピュータを使用するように再設計したものとなっている。コンピュータとしてはコスト低減の観点から防衛庁内局は国産品の採用を提案したが当時所要の性能を備えたコンピュータは国内に 存在しなかったことから新規開発が必要であり、研究開発機関と性能面のリスクを考慮し、3時間会議を経て、米軍採用品の採用が決定された。1区 -1 の当初の主な構成機器は、下記の通りであった。また 48DDG、朝風では、司令部用として、大型のアナス四 -41 機が追加されたほか、3次元レーダー用の HT、 精霊士コンソールが汎用の多い -194 に変更され、システム区分は1区 -2 となった。運用においては、目標探知から攻撃に至るまで、下記のような段階を踏んで行われる。脅威評価まず案、s p s 5 2三次元レーダーの情報が、ウェスに取り込まれるとともに、各追尾員が、オプス -11 対空捜索レーダーやオプス -16、 18、対水上捜索レーダーの目標情報を入力する。ウェスが各目標の脅威度を算出し、これをもとに武器管制官が脅威の最終評価及びそれぞれに対する攻撃可否の判定を行う。武器管制武器管制官の指示に従い、脅威度の高い目標から攻撃を開始する。射撃式装置管制官が射撃式装置を目標に施行、補足して、 ミサイルランチャー管制官が、マーク13ミサイル発射機あるいは54合計5インチ、単装速射砲 FCS に割り当てる。目標が射程内に入った時点で、射撃開始、攻撃結果を判定して、再攻撃、または攻撃終了、次の目標への攻撃に移行することになる。上記の通り、1区一は一番管、立ち風にまた紹介性型の1区二は二番管。 朝風に搭載された。また、アメリカ海軍では、ウェスや西ドイツ海軍向けのサティアへの成功を受けて、自国のチャールズ海アダムズ級ミサイル駆逐艦向けに、JPTDS を開発していた。海上自衛隊では、3番艦、沢風でも引き続き、ウェスを搭載する予定としていたが、アメリカ海軍からの助言を受け、JPTDS の技術を利用して、電子計算機を、アン、 1区 -7 に更新、プログラムも NTDSMOD4 に順じて更新、リンク11にも対応した発展型に変更し、システム区分を1区マイナス -4 に変更して、戦闘式システムと称するようになった。また1区 -1.2 についてもこれと同等の、性能を備えるようにアップグレードが行われており、立ち風の1区マイナス -1 は1989年2月から9月、 朝風の1区 -2 は1989年12月から1990年6月に改修を受けて、それぞれ形式名は1区 -1B と1区 -2B に変更された。ありがとうございます。